はい、始まります。始まります。はい、じゃあまた始まる感じで。そうそうそう、できませんよ。新停止を課されました。あ、はい、こうですね、こうですね。これが正しい状態です。あ、来てる来てる。あ、なんかいい音。やったぜ、カタカタカタ。音もカワハラコンが。あ、入れてくれ。全部カワハラコンに。金曜ロードショーの今はなくなったあのロゴみたい。ああ、こういうやつね。こういうやつ。あ、歌ってもらいますな。これがね、どうなるかわからないんだ。え、わからないのか。主題歌選定中旬です。でも歌うのは、清美さんのままです。あ、それは、はい、それは、この曲になるのかどうかがちょっとまだまだ。あ、そうか。なん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 。これがいいんだけど。じゃ私が今歌ってても別に支障はないってことですか？歌もわかんないね。やめとこう。あ、そうなんですよ。責任取らない。まあ最悪の場合どうにもならなければそっくりのオリジナル曲を作る、うん、しかないという解決方法にします。あ、お、ちゃんと聞いてますね。中見さんの声聞こえる。よかった。暑かったな。暑かったね。ほら、こっちもどうぞ。あ、どうも、いただきます。めっちゃ緑綺麗やな。うん、このモニター色濃いですね。ここまで濃くないはず。もうちょっと薄めの色です、これ。川上さんと私のなんか光と影みたいな。面白い。同じ場所におるはずやのに私に光が来てない。いや、そうなるようになんかすごいレフ板調整したよ。そう、丹下にレフ板が来てる、ダメだみたいな。なんでだ、光をくれみたいな。あ、そう、これがすごい可愛い。このロゴいいよね。うん、ゆうすけさんのオリジナル。出た出た。主演男優ですよ。主演男優や。主演男優来た。この後も出ずっぱりやからな。たびたび出てきますからね、かなりのね。撮影始めた段階ではこんなに出ると思ってなかったんですけど、もうちょっと出しろ少ないかなみたいな。うん、なんならクランクインの日にも終わりな感じ、ね、これで終わりの可能性もありましたからね。うん、あ、これが暑かったんや。これが暑かったんや。撮影が暑かった。ちょっと早々に後悔し始めました、ね、この作品大丈夫かなって。耐えれるかなって。喋ってる。そらそらそらそれ。喋ってるわ。それ初めてやめたみたいな。すごい。動いてる。動いてる。画面の人。あの薄い画面どうやって入ってるの。裏に回ってる。あ、ゆりちゃんや。あ、撮影場所まさにここですね。ちょうどこれですね。後ろのポスター。なんだ、私ここに。そうね、ここに座って。お前。じゃあメガネが、そのなんかブログでマップしてるのがメガネかけてるじゃないですか。はい、あれ本当ガチメガネやから。この撮影も多分ガチメガネで、外すと何も見えない。レンズ入りなんですよね。なんかよっぽどな時以外は本物でやってるんですね。あの、伊達じゃなくてね。映るからって言ってね。ゆりちゃんいいな。ねえ。腹立つ。ゆりちゃん腹立つ。いや、僕この川上セリフもめちゃくちゃやして。わかるわかる。
何がやねんなんか川上さんやってるやつも、うん、ゆうりちゃんやってるやつもなんか絶対どっかおるよねっていうなんかおる人ちょっとデフォルメした感じ。そう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 、出会ったことはないけど、うん、これはやばいですね。これだいぶやばい。どんな会社やねん。脳内設定的には一応感激だもん。感激さんもこのメールをいっぱいやってるぐらい大きな会社になったんです。すごい。何階建て？何階建て？もう30階建てぐらい。すごい。やばいな。自社ビルです。わー怖い、びっくりした今の。突然ああいうのぶっ込むのやめた方がいいですよね。急に急にサスペンスフル。これ着てんの私今 T シャツ着てるの、うん、谷谷さんの T シャツ。あ、そうなんですか。そうですね、ピンクとかしかなくて、そうそう、なんか無地ないんですって、うん、黒しか、公園 T シャツぐらいしかないんですよ。感激ざんまいにしてたら公園 T シャツでよかったんです。ほんまや、勤めてるんですよ。いや、スポンサーだって思ってる。うわー、こんなになってる。ゆったりしたテント、突然言った人でも。うん、おすげえ、映画、映画っぽい、映画っぽい、映画っぽいそうね、映画っぽい。芝居っぽいですっぽいことしてないから、そんな映画っぽいことするの。ちょっとこのさ、SE ってなんか SE 集がなんかあるんですか。いや、あのね、ネット上にアップしてくれてる既得な人たちがいて、あ、へぇ、それで拾ってんねや。フリーなんですか。フリーで使ってくださいっていうの、まあまあ、あの商用に使うなとかいろんな条件がついてるやつもあるんですけど、フリーで全部使っていいよみたいなところもあるんで、そういうところから。へぇ、歯磨きのことをさ、やりぴったり合ってるなと思って。そうですね。へぇ、はい、いや、あれはここから来たわね。ゆうりちゃん来たわね。ここから続くわ。なんで、なんであの人でシャーってくんの。インの仕方がちょっと腹立つ。絶対びっくりさせると思ってるじゃん。でもあれずっと横におるもん。そうそう、もうええって仕様でやれやんって。あ、これは舞台衣装。あ、そうです、ね、そうだわ。え、本人が、あ、来た、あ、本人が来た。腹立つ、怖い。ゆりちゃんもバイト中ですね、お店。あ、なるほどね、なるほどね。勤務時間なので見れません。あ、怖い、そうね。なんだ、腹立つって言っている気がする。なんかムカつかれてる。あ、季節が秋です。誰にでも分かる。なんかここはちょっと舞台っぽいですよね。表現が舞台っぽくないですか。あ、なんか、なんだろう、私のビジュアルもそうです。そうそうそうね、このシーンただただタケちゃんのビジュアルを見せるし。ひどいもん、ひどいもん。いやー、もう頑張ったもんね、この顔作る。これ時間かかりましたね。うん、うん、撮影に入ったら楽やったけど、照明線でええから。なんか、お外やし、外やし、あの顔に当てたらあかんので、普段当てるんですけど。だってほんまにこんな顔見たよ、私。そうですね。ねえ、メイクやね、メイク。大きさのメイク。そうそう、いや、でももしかしたら何年か前の私あんな顔してたかもしれない。なんで？あの、なんかね、例えばまあ作業してたりとか、ね、寝れない日があった時ああいう顔してたかもしれない。なるほどね、子供作っちゃう。そうそう、池吉かばね。あ、すごい、なんかいっぱい声聞こえる。そうそう、
あ、これ後輩買えた。後輩買えた。定時で買えるやつや。いいですね。働き方改革が成功してるわけよ。半月差がでかくなる頃には。ホワイト企業です。嬉しそう。なんで半笑いで。なんやねん、なんやねん。そこは言えや。そこは心配なんか言ってよ。めちゃくちゃや。めちゃくちゃや。いやもう大体失礼やからね。後輩も後輩だ、先輩も先輩。先輩多分興味ないですよね。ねえ、本当に。嫌なのにちょっと健康志向な飲み物飲んでるし。多分自分のことにしか興味ないんで。ジョニーデップ。目やばい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 。やばいやばい。やばいな。どこやねんって。この絵おかしくない？この状況おかしくない？ちょっと慣れてきてるんですか？早いっすよね。目で見てる、耳から聞こえてくる音全然違いますもん。あ、確かにね、うん、なあ、穴ありえへんもんな。この絵好きだ、ね、これもいいね、これ可愛いし、ね、うん、サメちゃん同じ動きしてるね、まあ、この前の時とね。なんでなんて同じ動きだよね、この前のこう上からのカット。そうそう。全然覚えてない。あ、これは清美さんバージョンです、ね、ここね、天気良かったからすごいね、歩いてる分にも楽しかった。あ、そうね、うん、秋、涼しくなってたしね。そう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 。でもこれはいい、でも晴れ間が、ちょうどいい晴れ間が出るのが全然なくて。あ、そうか。これ4時間まで2カットしか撮ってないんですよ。これ雲待ちの時か。そうですそうです、このカットだけを2時間撮り続ける、4時間待ち続けて、じーっとしてた。そうですそうです。みんなで雲見てた。後半撮った部分がシーン1やったんですけど、そこはバババババって撮れてて、うん、でもこのカットだけは、はい、絶対晴れてないと言えなくて、めちゃめちゃ待ったんですよ、ね、あれすごい待った覚えある。全然もう覚え、一言で聞いてて。見学に来てくれてた黒田さんが暇でしょうがない。あ、なんか途中から不満持ってくれてた。何も撮影しないっていう、ただ待ってる、ただ何の見学やらみたいな。来た、セクシーショットや、セクシーショットですよ。これ本当に結構温度高めにしてもらったじゃないですか、うん、家に入る温度なんですけど、うん、なんかいや、もうやめときます。ほんまに顔が赤くなって。あ、そうだね。ああ、なるほど。ゲリラ撮影来たもんね。ゲリラですね。大体ゲリラですからね。許可くれたの、関係様ぐらいですから。大体、勝手にやってますから。なるほど。まあ、公共の場所やからね。ここカット割りが逆になってる、ね、なんかアップというあれだ、なるほどね。こだわりですね。どこなんですか、どこなんどういうことだよ。でも前の映画でこんなのありましたね、熊と羊もなんか真っ暗けんな感じ。あ、バッタの場所が取りました。竹の部ブラックと呼ばれる。竹の部ブラック。北のブルーと呼ばれる。
竹のブラック暗幕や全ては暗幕や暗幕を引き詰めて空いた隙間をぬるいんやろこの方とか長いんですよ、めちゃくちゃ長いんですよね、うんうん、そう、ここ多分一番長い話なんじゃない、あ、この本編中で一番長いですね、めちゃくちゃ長いです、ね、これ、うん、なんか途中から見るのや諦めてる気がしますこれね、結局この日これしか撮ってないですよね、なんか見られる感じがして、まあ、iPhone で撮ったやつ、そう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 、前ほど言ったのはつってあの秘密兵器を購入した、そう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 、せや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 、スタビライザーね、スカイライザー、スタビライザー、スタビライザー芝居も長いからっていうどっちかが間違うのよね、カメラマンか、いや、そうだそう思うと動きそうかもしれないね、なんか長回しちゃったか私の記憶力やばいないや、辛かったことは覚えれないそうですねいや、いいと思うここは、ここは竹信さんにあの腕枕してもらったとはまた違う。ではない。あ、でも、うん、腕枕ってね。そこは太田さんが頑張って撮ったの。ああ私と太田さんの気がだいぶ合ってきた。そう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 、この日を気、この日を探して。息を合わせながら撮影ができるようになっていくんですね。本当に最終的に、ほんまに最初このワンカット撮るときに、うん、なんか休憩中やって、太田さんと小牧さんと私だけで、うん、ちょ、一回撮ってみようと、あ、撮ってみようで、撮ってみよう、いけんじゃんっつって撮って見せたのが OK やったっていう、そうやったOK、OK、OK、そう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 、誰とも OK マジでかあー、もだえてる、うん、しかもまだ繋がってますから、うん、すごい、長いですね、本当に後で考えたらなんでこんな話してるのかよくわかんないですカット終わったらよかったまあ、撮るときっていつもなんかテーマあったりするんですか、 これをテーマというか、これを大事にして撮ろうみたいな、シーンごとに、シーンごとにテーマ、でも全体というよりは、うん、撮り方とか、うん、ここはこれを見せよう、主に見せようみたいな、そういう撮り方をしてて明らかに繋がらないとかないんですか？ありますね、諦めていくんですそれ撮り直すってことになるってこと？ちゃうシーンを挟むけど、もうあるし、まあもうだから繋がらへんなら繋がらへんで、逆にだからそういう切り替えの面白さにしちゃったりとかすればいいやっていう、割とまあこの辺とかそういう感じですよ、繋がらないじゃないですか監督が繋がらないって言ったらで繋がるわけないですよ心の中のシーンがちょっとずつ明るくなっていってる気がする、あ、明るくなってるかな、いや、でもそれは雰囲気が、あ、照明もなんか、あ、それはそれでいいような気がする、真っ暗から黒の魔術師ですね、あ、それはあの多分考えない、あの どこでそういう雰囲気にするかは主に谷谷さんの顔とかなんですけど、はいはい、一応段階を追っていこうとはしてましたね、あのメイクとかでもだから最初はそう、ね、あ、そうかそうか、だんだん主演男優の演技に合わせないよね、でもだから撮った時と違うカット使ったりしてるんですよ、あやっぱりちょっといきなり綺麗になりすぎてたんで、最初の頃の頃の顔を持ってきたりとかして、ちょっと後ろまで汚くしてみたりとかしてます、あ、このワークページで良かったですね、このページ作ったんでしょ、このホームページ作った、ちょっと公開しとくね、いいっすよね、ああそうか、ほんまにアップしてね、おまけページして、多分どっかに持ってると思うこの本どっか行ってしまったな、なんかね、多分大連寺にそのまま置いてきた気がするんですよね、大連寺で、あ、そうか、供養してもらう、供養してもらうのに
お前供養されてる、供養されてるつもりだった。うちの子ど、僕が預かってる孤独箱にある、 ありました、あかもしれん。じゃあ俺が興味失ってて探してないだけ。そういってないね。あ、デビュー、デビュー、デビュー、いやー本当に立派。対策感ありますね。対策感ありますここ取り直しなんですね、うん、すいません。もう本当に申し訳ない。あ、だからそこいるんじゃないですか、こうやっぱ。あ、やっぱり今それ気になるか、なんかないなって思っちゃいました。出しときます、はい、知ってたって、なんか私かけてるのは結構縁が、あ、そう、かわいいな、なんかかわいい。全くお寺ですね。違うところだったと思う。合ってない。まあ、そりゃあ、あ、まあ、いや、それは無理ですよ。ちょっとセミ早いか。今のとこでもなんかちょっと音が別々みたいな感じがしました。一緒に飲みましたもんね。あ、うん、あの絵のやつと声の、そうそうそう、馴染んでない感じでしょ。わかりました。多分外の音が少ないんですよ。シャドウの音とかもっとリアルに入れるとリアルっぽく聞こえるんですけど、ないからやっぱり不思議に思っちゃうね。ちょいちょいこう私が一人喋ってるとか目が変なとこ行ってるのがめっちゃ怖い。歌舞伎じゃない、歌舞伎までは言わないですけど、あ、目がどちらかってるみたいな。こんな顔じゃないの。表情豊か。あそこは全力でやってもらいましたからね。ああいうところはこれ皆さん知ってる入り口ですからね。そうですね。搬入したりするそう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 。まあ上演会場。あ、ほんまや、あまり言ったらあかんないけど、ここで通ってるからね、もう一回。大丈夫、大丈夫、あ、このシャッター知ってるみたいな。あ、清美さんの声いいな。もうなんかフランス英語っぽいですね。うん、ずっと言ってるけど、うんって言っとく。お、うん。こことあの歩いてくるところは、まあ、この曲かかってるところがなんか最前半でやりたかったイメージが最初からあったところで、なるほど。イメージはあったんですけど、具体的に何をどうか決めてなかった。コミケさんにだいぶ怒られながらやりたかった。コミケさんってよかった。それはそういう使い方しません。鏡のシーンも結構何回も撮り直しましたね。ああ、そうですね。やっぱ鏡とかね、映り込みが渋谷ですもんね。うん、やし、映らなあかんところは撮れるのが鏡だから撮れるのが難しいし、角度がさ、みたいな。あ、渾身すごい、ゆりちゃんの渾身の絵で。渾身渾身の渾身の演技。渾身はなんなん。ひどいな。素直に聞いてしまうけど、よう考えたら失礼ですね。ブレ感動してる。これあれやね、なんかトークしながら見るって作品の世界に入り込まれへんからちょっと危険やね。そうね、これも作品の世界、ここじゃなかったですもんね、最初のね、うん、あ、予定が ね追い出されて、追い出されました。勝手にやろうとして追い出されましたから。でも追い出されたあれぐらいでしたね。あれだって、うん、一応でも関係者というか呼んでた、準備をしてたんですけど、
ぱりさすがにまずいいテーマ飽きてきた、あ、片子さんや、片子さんもう行動と言葉が合ってない合ってないこれもゲリラしかちょっとちっちゃいですよ、もうちょっと大きくていいか、うんうんうん、困ったいい天気やな結果いい天気やねそうそう結構冬前なんですよねこれあ、そうそう、寒かった、ね、うんうん、設定はこれ10月、11月ぐらいのはずなんですけどあれ、年明けじゃなかったね年内、去年の12月ぐらいこれ撮ったのは2月あ、あそうか、2月が失礼だから増やされたんですよねあらそう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 そりゃそうだよ一番行った赤いのだよね、ねひどいな、この顔あ、じゃあ12月か、12月は先行の時に、うん、でもまあなんか、うん、割と寒い時ですね 寒い、うん、寒かった楽しいですあ、僕も好きつまんで行ってるやつそうなんやなんか生々しくていいよね、うん、生々しい顔ぺっちゃぺちゃやけどそうかそうなんや恋とは大変なもんせやな肌には気使いますよそして恋落ちたら余計にねなんか1日1パックできるような30枚入りのパックを買ってしまったりとかねあ1日、ね、1ヶ月かそうそう1ヶ月1枚2円だよっていうのあ安いじゃんこれで化粧のりがよくなるの買う買うって言って買っちゃうやつねあるんです女子って女子はでも30枚入りって大体ね2週間ぐらいでだんだんね忘れるんですよそれは分かる途中で飽きてきそうそうだから15枚入りずつをなんか2パックぐらいになってたらいいのあれやねキッチンペーパーとかで一緒やねあのなんかキッチンクリーナーとかで一緒で終わりの方だったらカピカピになってそうそうそう1パックぐらいの量でいいんやけどでも買うときは絶対30日とか多い方が得だ得だけどセスキとか熊と羊の時もこう女子の漫画を漫画じゃない雑誌を、うん、ああ散らばしたねそう今回はでも割と化粧化粧系をね、うん、全然知らないから小牧さんとか聞いてこの銘柄でみたいな、うんうん、買ってきてもらいましたけど年代がね少しあるんですよねまあ言うて私もう買わないけどこれは10代のやつこれはもう40代以上のやつああこういうこと言うてありますねのんのではないみたいなそうそう、可愛いとかはダメみたいな JJ はちょっと行き過ぎてるみたいなそうそうそう分からん、全部一緒に見る手当たり次第全部あってもおかしくなかった分からんからやべ、時計時計片岡さん近いわもっといやらしい言い方を突き詰めればみたいなことを言うのかなと思ってましたいかにいやらしく言うかみたいな練習をしてて面白かった申し訳ないモテたいがあるやつがそうするそう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 そんなスヌーピーとかやつそうそうそう絶対なんかそういうモテたい欲が強い人はなんか自分のアイコンであったりとか Facebook とか Twitter のアイコンはスヌーピーもしくは飼っているペットもしくは自分の幼い頃の写真みたいなシャイニングシャイニングシャイニングな
ゃんや怖い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 パーティー焼けしようと思いました。斬新な気がする。はい、焼きました。これ美味しかった。美味しかった、美味しかった。結局2回買ってませんでした。2回買ってません、ね、2回買ったやつ、これまだ食べれなくなっちゃうんです。でももういけるんですよね。そうですね、もう大丈夫です、ね、いや上映会の時にこの子並べば、ね、今僕が言い出してしまったから。いやまた食べたと思って。あ、なんならもう、でももうなんか外側だけあれば中身は美味しくいただきましたって。その方がまあまた来た。犬、犬犬いや普通に初めましてだったんですけどね。ああそうなの、ね、どういうことや。おいくつなんでしたっけ。24、5ですよ、ね。うん、だいぶ若いです。そうだ、なんてことや。いや、この服は可愛いな。可愛いね。うん、私服、アンデの私服ですけど。くれへんかな。素敵だなっていう服は。でも、どこで売ってんねやろ、管理服ですけどね。そうそう。あ、待ってきた。エビスやエビさんすごいな、存在感が、はい、メールでちょっと言っただけなんですけどね、あの怪しく見えちゃうみたいな人がですって言ったら、細かいこと何も言わずにこれをやってくれたんで、すごいと。どうしますエビさんが、僕はそんなつもりでやったんじゃない。あ、すいません。どうしますか。いい人やと思ってある、ね、そんな風に見えるんですか。似てました。どうも笑うとこなかったです。すごい共感してしまった。なんなんや、もう、いや俺もそう思う。ずっと今アンディが絡んで、アンディが絡んでくるから。もうこの映画作品で唯一共感できるとこかもしれない。そう。いやいや、他はね、もうなんかその何を言ってはるんやろっていう感じで、あのこの人ね。まあ、ちょっと割と変なことずっと言ってるからね。思いつくところの半歩先ぐらいのセリフでどんどん行くっていうさ、いやだ、僕は思ってんだけど。わっ、もうめっちゃ優しい顔。いい人なんやろうな。ビビらせに来てるけどね。まあでも、この尺ぐらい、タニヤ君まばたき我慢せよな。あの完成映像が消えてますから。すいません、タニヤ君。なくなるそうです。急にサスペンスタッチ。サスペンスがコメディア。こういう立ち方やな。ねえ、行動に移すよ。ん、発動。発動。
の違いますよ、全然悪くない全然ちゃうことを考えこのシーンだけ見たらなんかようわからんシーンですもんね。あその悪女って言われても、あ悪女っていうか悪い女やなって言われても、あっしゃここだけ見たらさ見てませんよ。ほら、アンディがアパさんほんまに、ほんまに犬やかわいしかわいしもう、わがわかわいい投げられたらすぐ取りに行くみたいなキャ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 みたいなかわいらしいなこう、僕としてはちょっと反省していただいて早いな、行動がすごい早い。さてね、さとかになるからねその日の、その晩のうちの出来事ほんの数十分でも、もう次やってますいいですねこのいろんな笑顔3連発はなんか面白いから面白くていいなと思ってこれ3連発目、これが3つ目ですね。情報をもらうそうそうそうお、役者宮古島君のその友達の月さん30歳これゲリラやからな。あれ監督の声入れへんかったっけ。あ、入ってるんですか。入ってる、今聞こえにくい。これもちょっとダメつき一人。そうね、もうちょっと食べた方がいいですね。断蜜とは何やと思う。断蜜にダメ出し断蜜の方が悪いね私ね、断蜜が悪いですすげえなー。やっぱりこのシーンとか大きな画面で見たのがよくわかりますね、やりたかった。いつもあのスマホでラッシュ見てるよりね、ギュッて狭い感じで。あ、そうです。割とこのシーン好きなんです。あ、そう、いいですね。この辺のトゲちゃんの仕事も好きなんで。あの毛が毛消されへん。あの毛あ、毛びっくりした今。じゃあ消すか。これこれずっと俺一瞬なんかカメラのほこりかなちゃうな。おー、来たしかじゃスラックスアイロン当てろよ。あの時のままなんですよ。あ、そうだ、あの時のままなんです生活感大事あ、わあ、すげえ。これ季節的にも秋、もうこれ冬になるのか。もう真冬ですね。あ、そうかそうか、紅葉ありましたもんね。そうそう、竹部さん、これ言おうと思って、はい、あれ消してほしいんやね、あのシミ。あれシミじゃないんですよね。あれ何、これ紋章なんですよ。紋章ってどういうこと。マーク。いや、ね、マークやったんですか。マーク、うん、よく見たらマーク、なんか波線がいっぱい入ってる花の模様みたいな、ボタンかなんかの。ほんまに消そうシミにしか見えへんね。なんか片っぽなくて片っぽだけにあるから、うん、そうそうそう、ね、消した方がいいかな。わかりました。気になりますよね。気になるシミだなって思ってるんだ。そうそう、うん、シミやと思ってて消そうと思ってよく見たら違うかって、あ、それで残したんです。ああ、そうなの。あ、髪の毛伸びてる。イエーイイエーイ。ピンクの物体がありますよ。結構長い間潜伏したよね3ヶ月ぐらい潜伏してますね、これ結
構ガチとかさ、ね、警察のストーカーやもんね。ガチで警戒してるの。でも逃げれそうな気もする。そう、説得できそうな気もしますね。うん、あんなにすぐ行くの。神がセットされました。あ、下ですか。最終なんか曲乗るのってここからもしかして、えテリリこれ、うん、はい、今までずっとなんかそういうのがなかった。あ、いや、ちょっとだけあるんですよ。あの、あ、まあ、ケミさんの歌はあるし、うんうんうん、あとあのなんかアンディのところとかでカン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 みたいなパーションだけのやつが入ってて、あ、そうそうそう、あれ多分ちょっとこの晴れが対応してるというか、多いこれ、これでは聞き取りにくいです。ああ、そうなんだ。あのちょっとコミカルなし、コミカルなパーカッションが入ってる。うん、なんか結果的にこの今始まっているここのシーンからのロケすげえ大変やったんですけど、大変やった分すごいなんか思い出になってる。結果的にすごく楽しかった。マジであるわ。出来上がってみるとやっぱり辛かった時の方が楽しい思い出になってる。そう、この吉田橋はみんな反応する、ね、どこやねんって。気になるとか、私の友達の夫婦が住んでるから知ってるとか、近くが不祥事。あ、そうね。この橋綺麗よね。ね、吉田橋ですけどね。あ、吉田橋。あれ吉田橋。今だ普通のボタンや。山の中に見えるようなところを探してて、ロケ地でも一変変更なりそうになったんですよね。なんかロケ入ったら相撲部屋が巡業キックで、相撲部屋がブワーッ、うわーっ、帰れやー。竹野さん一人で行ったんですよ。そう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 、なんてことだ。先に風景撮っとこうと思って、撮れなかったという。時間。この一連のシーンまで35分で、ね、ここからが20分ぐらい、いや、あ、30分ぐらいかっていう、配分おかしい。ここから30分あるんですよ。そうそうそう。あら、そう。そうなんですよ。だから、舞台版の時は、タネちゃんが箱を積んだり、やったりで、あの、力技ですごい長い時間をギュッてしてくれるんですけど、うんうんうん、これはガチで時間かけない。その舞台ってすごいですね。すごい、すごい、すごい、すごい。あの、ありましたみたいなぐらいの。ちゃんと、ね、イメージこうバンって、そういうイメージっていうので舞台と見せると、うん、積み重ねないといけないんで、うんうん、時間配分が。しかもでも、このシーンって4日ぐらいで撮ってるじゃないですか、全部、うん、もうからだって。配分おかしいですね。それもおかしいです。今までのやつ何ヶ月もかけてて、5回4日って。4日分を30分で半分つけて。なんやろ。8日ぐらいで取れたんちゃうんか。タッチが全然違うから。うん、やっぱり季節が移ろうのがポイントだね。ああ、そうですよね。そうですね。やっぱりそこ嘘つかない方がいいですね。やっぱ合成とかじゃない。よかったな。うん。誰の家か知らないですけど。いたの、誰の家か。まあ、佐久さんだ。佐久さんはすごいよ。うん。おばあちゃんですね。うん、さっきさんにやってほしかったって、うん、延々と待ってましたからね、OK だけど。本当だったら2月、1月ぐらいに撮ろうかって言ってたの、うん、3月まで待っとうやみたいなって台本変わってるっていうね、だからね、設定変えたっていう。まあ、加えて今年のあの冬はなんかすごい雪やった。そうそうそう、ほんまにやったらやばかった、これやってる。相談するでって言って、雪やったはずやった。だいぶすごかったですよ。生駒の山へ行って撮ろうかとか言ってたけど、2月に生駒の山とか死んでるよね。なんか雪降ってる間やったらまだ行けるんですけど、
ヨキが病んだ後、溶け始めてからの方がすっげえ寒い。あー、そうなんや。なるほどね。かもしれない。うん。うん。まあ、チャプチャプになるしね。うん、汚れとか大変そうだしな。小さい潰れるでしょうね。いや。お、足が。足って。割と最初の頃からあった演出ですね、足。今のところ、あの、無音で歩いてるところがかっこいいから、セリフの後、局員もうちょい遅らしてもいいかな。遅らした方がいい、うんうん、普通のダメだし。そういう回ですか。本来そういう回です。そういう回ですか。別に楽しく見る回じゃないから、ね、楽しんでるけど。すごい。配役とかする。これもその日に撮ってたんです。これも前から撮ってますよ。これは、うん、配役はあの同じところに先にロケ班行った時に撮っといたんですよ。で、あのでもなんか違う風景も入ってます。箕面の風景とかもちょっと入って混じったり。こういう場所はないので。これに至ってはって感じですからね。僕の。ピンクのキャリーが後半出てくるじゃないですか、うんうんうん、ここは目いきますね、うん、あピンクでよかったね、うん、ドピンクお前さピンクのキャリーはどっかに見たなって言ってたじゃないですか、はい、清美ちゃんも出ましたかね、こうなんですよね、それでしたあ、清美ちゃんの私物が私物がピンクのキャリーです、どっかで見たと思ったから結構書いてあ持ってそう、清美さん持ってそうキャスで来た時に持ってて、あここにおった買っちゃったよ新品でね、うん、いやね、結構ボロボロになっちゃうから、うん、これこんな使い方したら ね、うん、ね結構大きいやつですか今日あ、ほぼ同じやつアマゾン売ってる恐竜がアマゾンいるんだね見れる気持ち見れてたあとメルカリあメルカリいやーすごいなーいやーすげえ、うん、どこ歩いてるのどこしようのせほいよいしょこのおばあちゃん足腰やっぱこういうとこ育ってるせいか、うん、ねえ素早く歩く、うん、しゃべり方がすごいでもゆっくりなのに歩くスピードは速いっていう、うんしゃべったそうなんか舞台版でも、うん、舞台版は8個を積み重ねてくれ、うん、やっぱ舞台版でも映画版でもしんどいとこやっぱしんどいねんな楽はできんかった楽はできんかったもうちょっとなんかこうねって言ってたけど結果この撮影もしんどくて撮影できるポイントまで山登るだけで大変やったそうそうそう始まらへん移動するだけで結構ね俺山歩き慣れてるから10分ぐらいっすよみたいな嘘つけ10分じゃないよこれしまったと思ってすごいダメでしたね竹信さんの10分は私らの30分ぐらいですよ絶対30分ぐらいは気をつけたこれの撮影の時もさ竹信さんがもう火沈むから帰りましょうかいや、ま、本当にダメだから行こうって言い続けた思いがあこの辺ねそう、うん撮れてよかったねそうそうでもなーでもなーって言ってみたもう行こう半ばちょっと切れ気味にもう行こう連ぐらいで行こう無理になるとこまで撮ろうってあの、ね、主にさっきの小川のあたりとかだね、うん、でもあの辺はバタバタやってよかったですね、うん、逆にね、うん、あのドキュメンタリーになっててあなるほどね変に凝ったようにやったら多分ちょっとこんな感じにはなってないと思うなるほどこれしかこんだけしか取る時間ないもんみたいなんで慌ててやったのが逆にいい効果になってなるほどねあゴジラゴジラ消えた小牧事件やほんと綺麗に消えてるな
あれ以降出てきてないんですか、小牧さんは。いや、うん、大丈夫ですよ。映り込む。何回か消してる。タンゲちゃんのすごいよね。タンゲちゃんのメイクをチェックしようとするので、やっぱ映っちゃうんですよね。そうね、離れてたつもりでも結構この画角っていうんですか、範囲が広くて。おばあちゃん歩くの早い。うん、おばあちゃん歩くの早い。なんでサキさんだと思ったっていうのもあり、ほんまのおばあさんだと多分これはできない。ああ、確かにね。なるほどな。年齢不詳みたいなしたくて。確かに脚本上ひょいひょい歩いていくのに必死でついていくっていうことですね。原作もそうですけど、台本もそうやもんね。なぜか追いつかないみたいなイメージだったので。顔ほとんど映らないので、佐々木さん的にはどうやったやろって感じですけど。あ、佐野さん。出た。佐野さん。ついに。音はいい感じですね。いや、具体が分かってたな、こんな感じで。具体版と映画版、やっぱし舞台は結構自分の感情をこう説明するっていうか、今こういう状態でこうこうこういう状態でっていうのがあるけど、映画はそうじゃないじゃないですか、主体は全然違う。だけど同じ台本やけど全然違うくって進め方が、けど今みたいにサキさんが書いていくところを見ているとかいうのはこう一緒というか、全然違う方向に進んでいくけど、どっかでこう必ずクロスする。そうそうそう。ここ舞台でもあった。映画でも同じだけど、舞台の場もこうやったみたいな。なるほど。で、なんか面白い。見てもここもそうやなと思います。撮り方も多分ちょっとあんまりないというか、やりようとしては今までと全然違う撮り方をしているので、もう丸投げしてますね、タンゲちゃんに。遠くの方が。2個ぐらいで撮ってたんですよね。3つですね。3つか。3カメあるみたいな。そうですね。2回ぐらい撮りに行ってるんですか。2回行って2テイクずつぐらいですね。3テイク4テイクはやってないんです。セットするのちょっと待ってください。はい。いや、もうなんか変に計算して事前に作るよりやってもらったやつをベースに作った方がいいよと思って。プレッシャー。あとでこう手元のとことか取りましたよね。これがいるから取り出すのみたいなので。取り出しの時僕ダウンしてて余裕かれ。ああ、そう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 。すいません。そうか。ここの時はそうか、太田さんと。そうそう、小牧さんと。と4人でいたんですね。そうです。あ、途中から武田君が来るまで。この辺の間とかはなんか作った間じゃなかった。これ本当タンゲちゃんがやってる間のままなので、それが面白いかなと思って、雰囲気が変わってるそのせいが多分前の番のイメージが違う。あそれがでかいんやと思う。恥ずかしいな。なんか恥ずかしいですね。元は一人芝居そうだよね。なんかでも一人芝居は全部自分の間というか、まあ、あの調整はしてもらうけど、演出っていう形で。でも立ってしまえば頭から終わりまで全部自分のテンポでやる。あ自分ちょっとここはちょっと息切れしてないからちょっとゆっくり、いつももっと行きたいけどちょっと今日は今ちょっと行かれへんわってちょっとずらしたりとかは自分の調整じゃないです。でも映画ってそうじゃないじゃないですか。監督をやっちゃう。そう、最終的におおめっちゃテンポよ、おおみたいな。めっちゃ私すっげえ喋ってる。こんな喋ってなかったみたいな。
喋ってるようになってるわみたいなとかもちょいちょいあったりするんですか、うんうん、なのにこう最後のここのシーンは違うんだよって言われるとめっちゃ恥ずかしいなんか自分はなんかさらけ出してる急に急にいやいやさっきまでやってくれてたよって急に監督という壁がなくなってやめてくれみたいな恥ずかしいよなんかある種の生々しさみたいなのがそのせいで出てるというのはあるんだろうなと、うんうん、恥ずかしいいい締めされてますよいや僕はなんかこう、まあ、映画に参加したの初めてですし、撮ってる時の芝居がそのまま使えるようにっていう方針でやってたから、うん、最初あこうなるんやっていう驚きと同時にやっぱりここもやっぱりちゃんとあのそのまま使えるようにその場で僕はチェックしたつもりやったからうん大丈夫よここはもう本当そのままのままほぼその詰めたりとかしてないんで、ね、まあ詰めるともしてないからその作り方で。整理させてもらってたら、ね、だいたい撮影の現場ってね、後でやるからいいよって、そこ適当でみたいなことも出てくるんやけど、ここはやってないですよね、そういうことで。ここもね。ここはもうあのトップシークレットで。本当にえ。でもこれ初日が受けたら、もう言っていいやつですか。初日が受けたら言ってきてないですかね。だってもう唯一出せない。ああ、そうですね。写真でも出してないじゃないですか。出してないですね。落ちやから。そうそう、でもここは唯一こう舞台では絶対できないところで、うん、そうね、うん、あそうイメージも私その台本いただいた時に一人芝居も、うん、あでも最後こういうイメージなんやろなってでも絶対舞台版ではどう考えても30分の枠では無理やし、うんうん、それどうすんねんって思ったけど映画やったらできる、そう映画ならではというかみたいな風にびっくりしました。ああ、そうですね。これでもロケの日に別のロケ対策とかこれ面白かった。かぶる。わかるけどここ映像。そう、向こうの方がすごいんですよね。人数すごくて。人数すごくてまあまあ立て込みがすごくて。偉すぎるおっちゃんおかしい。実際に動かなさそうな偉い人がねそんな中でこれやったんだよ神手に反応感想としてはどうだと思います。このシーン、レフは持ってるのが大変や、場所が場所なんで風がすごいですよ揺れる、まあ、ちょっとやったら揺れても大丈夫なんですけど、ね、木漏れ日的な ね、うん、結構すごかったですね。そうやっぱあれ下から吹き上げてくるからな。あやらかいのじゃない、硬いのちゃんと準備するべき。硬い流板っていうのもある。あるんですか。それ飛んでいかないよ。そうだ、モノンガみたいに飛んでいかない。大丈夫大丈夫です。運搬が大変なの。つけたからね。あ、重たい。でかいの。でかい。車に積んで機材車がないとしんどいなっていう。僕らの山は。最近こうさ歩いていくようなやつらも出たらダメやつだ
すごい。この辺の間とか本当にやってるから向こうの間になるって思う。再現不可能。ねえ。いやこの話の子供たちは誰も読まれへん。それを自画自賛でやつですね。自ら言い張ったで。いやでもほんまはそう思いますわ。どうなるんやろうっていうのとどうならんやろうっていうのと、うんね、どうするんやってとこですもんね。虫があ、本当や、ケースの中か、うん、消しときます。あのこの一個前もね、石の上をね、虫がちょっと張ってた。あやっぱこれ大きなモニターじゃないと気づかないレベルですね。自然といえば自然やけど、いたら、まあ、あんま良くないな。二人きりの方がいいのか。本当にお邪魔虫や。笑ってくれた。うん、ちょっとするのも悪いな。優しいわ。優しい。今日だけやね。ほほー。あー、そうか。なんか私もこの、うん、この今の時間がすごくドキドキします。私は本人やからなのか、どういう風な気持ちで見といたらいいんだろうって思っちゃう。監督としてもこういう風に見られるやろと思って。あっという間やった。ドキドキしてバスって終わるね。いや終わり方は完璧でしょ。あの俺の終わり方は良かったですね。うん、であの海田さんが撮影中ね、だから、うん、いっぺん OK って出た後にちょっとでもレフがあれやったからっつってモップやり直そうかって言って、ほんで海田さんがモップやり直すんやったら、うんうん、なんか表情出るまで待ちましょうみたいな、うん、ものすごい待つかもしれんけどみたいなんで、うん、あれ OK 出るなって言ってね、忘れてる。でリテイクの時にそれがタグちゃんにうまく伝わってて、いつまでも歌ってて、わかりました、だっていつ終わる。いやあのそういうことじゃないやんか。え、あ、違うんですかって。あれちょっと楽しかった。難しいな、日本語って。まあでもあれがあのラストカットは面白くてできたなと思って。そうですね。待つっていうことですね。何か出てくるまで待ちましょうみたいな。前半はこうペンされ、うん、ペンペンされた分後半待ってくれた。ほぼほぼ切ってないです。どうしよう、後半恥ずかしい。そう思うとめっちゃ恥ずかしいな。それを11回もやるんでしょ。そうですよ。やべー、ちょっとリピーター続出や。いやでも、もうエアコン抜けやったんやから見に来てほしい。うん、こんな恥ずかしい思いをしたんだから。ちょっと字幕はまだちょっと吸盤のままになってる。ああ、やっぱり分かりますか。どうなんですかね、どう思ってもらえるんですかね、見てもらいたいですけどね。楽しみですね。単純に、ね、映画としてもその舞台を見てなくても十分なんかな話が面白いというか、うんうん、多分これ、ね、元が舞台ってあんま気づかない人も多いんちゃうかなっていう感じですよね。
見終わるとね、ちょっと舞台版も見たくなりますね。うん、逆にどうやってたらやろう。そう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 。じゃあやるか。ああ、本当に。いや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 、無理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 。上映会にやるか。頭ぐらいかな。頭30秒ぐらい。30秒。先輩後輩出てくるところまで。実はオープニングから設定変えてるからね。あ、でもそうそうですね。オープニングもっとスッて始まってるから。あ、すごい、こんなにたくさんの方が。たくさんの方が嬉しい。いや、めっちゃたくさんの方が。はい、ありがたいことでございます。嬉しいな、クラウドファンディングの。そうですそうです。はい、載せてもいいよって言ってくださった方ってことですよね。あの、名前、はい、あの、ご支援をあれして名前出させてもらいますっていう。いやー、十分期待には応えれるんじゃないですか。まあ多分ね、思ってるより落ちると思うけど。いやでもそう、僕は思うよ、まあ、うん、これで面白くないって言われたらもうしょうがないです。僕らは全力を出してごめんなさい。あ、まあでも確かに全力というか、これあの若干キャパオーバーとか、うん、あの、なんだろう、本来だったら、ね、本来想定されるものよりオーバーしたものにはなってるなっていう気がしますね。黒沢明の映画でも嫌いとは嫌いねんから。そうですね。いや、うん、画質が悪いとか言われてますけど、黒沢明の映画でも言うやついますから、ね、どこ見とんねんみたいな。 4K ばかり見てるから。黒沢明の画質とか言われてる。そこ見るほんまや。面白かった。